どうも、祖品です。えー、今日はちょっとギャンブル依存症について、えー、話していきたいと思うんですけども、昔から、特に最近、いや、祖品あいつギャンブル依存症やんけ、みたいな、えー、話題になると思うんですよ。競馬をし続けているで、金がない、借金もあるで、税金も払わなあかんのに金足りへんとか言うてる、でも競馬をし続ける。 えー、吉本の偉い社員さんに、もうほんまに、もう一夜も使わんといてくれって言われた週末に、もう競馬めちゃくちゃしてるとか、ねえ、なんかそんなことを、えー、ひっくるめて、あいつはギャンブル依存症だ、みたいな、を、なんか悪い感じで言ってくるんですよね。うん、そしなあいつギャンブル依存症やんけ、とか。えー、なんか、ほんまに博士ぶったやつがね、博士ぶんねん、ああいう。 キモいコメントのやつ。博士ぶったやつが、典型的なギャンブル依存症の例だな。みたいな。こいつはもう終わりでしょう。みたいな。言うんですよ。ね。はっきり言うときますよ。僕に向かってね、そのギャンブル依存症やんけとか、ギャンブル依存症ちゃうんかお前って言うてくるやつらにね、はっきり3文字でお返ししますね。ええ。せやで、うん、せやではい。な、何が うん。うん、せやで。はい。完全にせやでなんですけども。でもまあまあ、ギャンブル依存症ですよ。はい。い別に普通ちゃうほう。んなお前飯依存症やんけ。それ言うてろお前。一緒やん、それ言うてんのと。睡眠依存症やんけお前。なあ。呼吸依存症やんけお前。一緒やろ。や別に依存症かどうかは別にいいんですよ。それがなんか、 悪いことみたいに言ってきますけど。いやいやいや当たり前やんギャンブルに依存する、当たり前やんお前飯食うよなそれを、飯依存症延期、制悪やって言われたらどうやねん。嫌な気持ちになるやろ。ギャンブル依存症、当たり前やんえギャンブル依存症のね、なんかよくあるんですよ。チェック項目みたいな。これに当てはまったらあなたはギャンブル依存症です、みたいなね。えー、例えば、 い人から金、借りた金で、えー、ギャンブルをしてしまったことがあるとかね。嘘をついてギャンブルをしたことがあるとか。仕事を休んでギャンブルしたことがあるとか。当たり前やなーにがわかんのいやいや。ね。メシ依存症ですよ、あなた。メシ依存症チェック。お腹が空いたらご飯を食べたことがあるんですよ。おうん。ご、うん。 朝、朝昼食べてないから、夜ちょっと多めに食べたことがある。食べてしまったことがある。飯依存症やん。一緒やん。うそれ分かってんねん。その決定的なこと言いますけど。ね。ギャンブル依存症だって、その、僕がギャンブルに依存してるわけじゃないんですよ。ギャンブルが俺に依存しとんねんどう考えてもそうやろ。俺なんもしてんもん。ギャンブルが寄ってくんねん。な。 もう,もうパチンコ、パチスロー、競馬、協定、競輪、全部や。うん。ギャンブルが俺に依存してるだけやん。別じゃあ俺、ギャンブルに依存してへんもん。そんな。ギャンブルが俺に依存してんねんもん。ですから、まあ、あの、ほんまに、博士気取りの、ね、あの、アマチュア博士さんたち、はい。今後も僕の動向、ぜひ、あの、研究してください。お願いします。はい。